こんにちは、速稼塾の久保です。今回はね、熟成さんのお話をしようかと思います。実は1年ほど前に私の方にね、速稼塾入ったこれ若い女性なんですけどもね、22歳ぐらいで、21歳から22歳で、まあ、就職が全然ないんだと。で、お金も全然足りなくなっちゃったんで、これからインターネットを使ってビジネスを試行していこうと思うんだけど、久保さんだったらどういうふうに私の状況でやりますっていうふうに聞かれたんですよね。まあ、その他にも様々な個人的な相談もあったんですけども、私ね、結論としてはね、週に1回でいいんで、男性ばかりの職場に入ってくださいと。例えばトラックドライバーとかねって話したんですよ。まあ、そうするとね、その方はね、しばらくしてトラックドライバーに入ったらしいんですよ。免許を取ってね。で、今多分トラックドライバーさんされてると思うんですけども、その方のインスタグラムとツイッターがバカ受けしてるらしいんですよね。まあこの人ですよってことはちょっと今のところ言わないでおきます。近々またズーム対談すると思うんで、まあ来年になると思いますけども。で、なんでそういうことを言ったかっていうと、その男性ばかりの職場に女性がポンって入ると目立つんですよ。で、しかも、その時はね、トラックドライバーって言ったんですけども、トラックドライバーで週1でも勤務してるところを画像アップしたりとか、今日はこんなコーヒー飲んでますとかやるとね、すごく効果出るんじゃないかなと思ってたんですよ。私が女性の立場だったらそれ絶対やりますよね。まあそうすると、トラックドライバーの勤務は週に1回とか2回なのに、そのインスタグラムのバズり方っていうのは半端じゃないわけですよね。それが同じトラックドライバーさんからのアクセスがすごく来るわけですよ。そしてそういう道でやっていきたいなと思ってる女性からの問い合わせも多いんですよね。まあ、男性からはナンパ目的が結構多い、なんかね、そのアイドル活動みたいな、いわゆるオタサーの姫みたいな状態になるんですけども、まあすぐにね、1万人とか集まったらしいんですよ。それこそね、数ヶ月で1万人とかになったらしいですね。で、画像なんてそんなにたくさん上げてるわけでもないのに、もう週1本か2本しか上げてないのに、今日はこのコーヒーなんか M サイズを普段乗るとこ、ね、眠いんで L にしましたって言ったら、まあ、旅先で会ったらご馳走しますんでみたいなことが来たりとかね、なんかそのファンクラブみたいな形で運営されてるみたいなんですよ。あと、まあ重要なのが、仕事がない女性がね、私でもできるかしらってみたいな問い合わせをして、それに丁寧に答えることによって、そういう方とのね、信頼関係ができたりとか、まあ本当にね、姉御派だってわけではないんですけども、一部ではね、その女性から姉御って呼ばれたりとかしてね、まあ姉御っていう言葉っていうのは随分と年代を感じさせる言葉なんで、どのぐらいの年代の方がね、メッセージを送ってきてるのか分かっちゃうわけなんですけども、まあそういう感じで男性からも女性からも人気になって、今はね、その、インターネットからの収入は結構あるそうな、70万くらいあるらしいんですよ、毎月毎月。広告収入を中心としてね。まあその他に、トラックドライバーとしての仕事も続けてるらしいんですけども、なんで続けるかっていうと、トラックドライバーの仕事をしないと発信ができないからなんですよ。まあまさに退職しちゃったら発信がね、過去のものになっちゃうんで、多分インパクト薄れると思うんですよ。だから今はその情報発信のためにトラックドライバーを週1にやってるみたいな感じで言われてましたね。で、会社の方からはもうその評判も通ってるんで、もうちょっと勤務増やせないかなとか、待遇を上げたいんだけど、正社員になってほしいんだけどっていうことで交渉いただいてるんですけども、でも今の形じゃなくなっちゃうと多分人気は落ちますよっていうふうにね、その方自身が分析してらっしゃるんで、それは私も正解だと思いますから、週に 1,2 で勤務してるからこそだと思いますね。で、実際にそのトラック会社にね、就職希望の女性も増えてるんですよね、この1年で。まあですから、そういった方にはしっかりと働いてもらうなり、多分週1を7人雇えば、それで1週間回るわけですから、そういうふうな組み立て方を経営者ならするべきじゃないかなってことをね、これは私を通じてなりますけども、話させてもらったりとかしてね、さすがそうですよね、みたいな。同じ経営者として久保さんの話はもうちょっと聞いてみたいってことで、そこからもね、私の方で依頼いただいたりとか、いや、こういうふうにビジネスもあってむちゃくちゃ広がってきたなと思うんですよ。まあそもそも、その女性が、こういった男性の職場で働くっていうのは一種タブー視されていたりとか、それからね、そんなに明るいもんじゃないっていう風なイメージはあったと思うんですけども、でもやっぱりこうインターネットで情報発信する場所が与えられることによって、そんなにジメジメしたもんじゃないし、男性ばかりの職場でもみんな結構紳士ですよみたいなことをね、発信できるようになったのはすごくいいことだと思います。まあ、そうなるとね、自分の悪い姿を発信されたくないんで、なんか男性みんなね、本当に紳士みたいになっちゃって、何ですか、夏場だったら T シャツで出勤するところね、そのポロシャツとかカッターシャツの襟付きでみんな出勤するようになったみたいですね。その辺もなんか変化が面白くって、そのうち、同僚の社員さんのこととかも、あれじゃないですか、上げてくれるんじゃないですかね。今現在その女性も22、3になったと思うんですけども、これからますますね、仕事の場を広げて、それからもう完全に顔出しでやってるんで人気者なんですよ。多分いいご縁も生まれてくると思いますしね。
まるで人生が変わっちゃった一例だと思います。まあこういった形でインターネット完結型じゃなくてもいいんですよ。別にネットで情報発信して YouTube で発信してるだけじゃノーじゃなくって、リアルな世界との組み合わせの割合をどうするかによって全くパフォーマンスが変わってきます。きっとトラックドライバーを7日間やるよりも YouTube を7日間やるよりもこの6対1ぐらいの割合でやるからこそこの人はうまくいったんじゃないかなと思いますし、あとはね、いつもねトラックの車内から映してるんですよ。これもまたいいですね、リアリティがあってで、なんかその女性特有の飾り物とかがあったりとかして、まあそれがね、なんか変化していくところにも人の目が集まってるみたいでね、まあ、これからあれじゃないですか、そういう流れが起きるんじゃないですか。その男性ばかりの職場と言われたところに20代の若い女性が入ることによって、まさにその職場環境が改善されてるんですよ。ここが大事ですよ。このトラックドライバー女性の方がねいる会社っていうのはこの1年でむちゃくちゃ環境が変わったらしいです。それはやっぱりね、人目に触れるようになったからもっとパリッとしないとねってことなんですよ。業界全体見たらまだまだ黒い部分があるんですけども、でもこの会社に関しては業務改善が進んでいって、多分こういったものがポツポツといろんな会社から起きてくるんで、業界全体のイメージアップとかそれから待遇改善にもなるんじゃないかなと思いますよね。うまくやったなと思いますよね。アイデアをポンと出したのは私なんですけど、実際にアイデアなんて山ほどありますから、実行する人がいて実行しない人がいてのただそれだけなんですよね。だからこういった活動を見てそれに習ってやりだす人もいると思いますけども、まだまだ後発でもいけると思いますんでね、ぜひね20代30代の女性、楽に稼ごうと思ったらトラックドライバーを週1で入ってそのことを情報を発信すればいいんじゃないですか。とりあえず金は稼げると思います。いってらっしゃい。